日東交通鴨川運輸営業所は、千葉県鴨川市広場に位置する日東交通の営業所である。主に、鴨川地区を発着する高速バス路線を担当する。立山運輸営業所と同じく機能が分散しており、国道128号線と並行する旧道沿いに車庫と事務所、安房鴨川駅前に走車場をそれぞれ有している。移点前は、安房鴨川駅前に、 事務所を構えていた。内は共同運行会社。詳細は、アクシー号を参照詳細は、カピーナ号を参照日東交通グループにとって、初めて渋谷へ乗り入れる路線である。回数券の設定はないが、パスモなどの IC カード決済で、現金運賃より、一律100円割引が適用される。2019年3月1日からは、運行に、東急トランセが加わり、 一部便が二子玉川へ延伸された。合わせて一般公募による愛称も制定された。愛称は、鴨川の海イコール、シート渋谷の国イコール、バレエを掛け合わせた造語である。路線遠隔運行回数鴨川市や長崎街道沿線の市民団体などが主導し、首都圏から南の里への集客促進をメインとした、同書の機能拡充の一環として、期間を定めて、 実証運行している。今回の利用状況を鑑みて、今後本格運行が可能かどうかを検証する。路線遠隔道営業所が担当する路線の所要時間は約2時間と長いため、全車化粧室が備えられている。鴨川運輸営業所の高速路線車、日東グループの会社再編に関するお知らせ。日東交通株式会社、立山日東バス株式会社、 鴨川日東バス株式会社。2020年9月26日閲覧。鴨川渋谷間に高速バス日東交通と、鴨川日東バス10月1日から新路線運行へ。防備新聞。防修日日新聞社。2018年10月5日閲覧。高速バス、鴨川渋谷線愛称決定。3、1から増改、新着情報、お知らせ。 日東交通。2019年3月4日閲覧。長崎街道に高速バスを応援イベントに100人。鴨川。防備新聞。2020年1月29日閲覧。高速バス実証運行。鴨川横浜。お知らせ。鴨川市。2019年12月3日閲覧。鴨川長京街道経由で高速バス鴨川。横浜。防備新聞。 2020年1月29日閲覧。実証運行。鴨川横浜線運行終了のお知らせ。日東交通。2020年1月29日閲覧。ありがとうございます。